きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、18年ぶりのリーグ制覇、阪神タイガースのドラフトチェック、はい、ということで、昨年のドラフト1位森下、はい、ね、2位門別、3位坪、4位茨城、5位戸井、6位富田というところで、育成は野口、球団代表理っていうね、はい、ところで、何言ってます？タイガースは。タイガースは、はい、年齢、高専、ポジション、順番が、の意図が明確で、トップレベルに完璧なドラフトって定めてますね、去年のドラフト5、はいはい、で森下選手は一歩間違えたら牧選手レベルになれるぞ、うん、で2位から5位まで高校生指名、今の現状即戦力は必要ないって考えてるんだろうねと、うん、で6位で社会人の左腕の富田投手を獲得できたのが危機管理的な面では大きいんじゃないかって言ってます、うん、当たってるのいい感じで、そうですね、うん、であの朝の強豪で行って外したけど、はい、うん、未来は分かんないけど来年1年間だけ見たら森下の方が良かったって言って、うん、しかも森下、はい、バキレベル、うん、大きかったな。いやー、かなりいい活躍でしたしね、え、うん、であと出雲選手もね、2軍で結構打っててね、うん、春先ね、うん、えげつないぐらい、今どこぐらいまで落ち着いたんだろうね。2割6分1厘結構落としたね、打率、うん、3割4分ぐらいあったもんな。あ、そんな、うん、でホームラン3本、はい、まあ、ここら辺はね、うん、あのまだ高校生だからね、そうですね、うん、ここから経験積んでっていう、2、3、4、5は高校生です、うん、で、戸井、はい、戸井選手、内野手、はい、2軍で1割1分9厘、ホームラン2本、うん、ここはまあね、あの修行していきましょう、はい、ね、で、ピッチャー門別君、先生の推しでしたね、推し出した、推しだった、うん、でもフレッシュオールスター見たけどよかったよ、うーん、いい感じで2軍で2勝2敗 3.12、うん、6先発、まあ、結構いい感じで11試合投げてる、うん、投げてるよね、はい、で茨城、2軍で1勝3敗、うん、9試合5先発 6.12、 まあ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 投げてるね、高卒だしね、はい、で、富田投手で、はい、2軍で 1.60 だからね、うん、でも先発してるね、うん、12先発、あ、2軍でそんな投げてるんですか。5勝2敗、2軍で先発して 1.60 だったらすごいよね、はい、いい感じだね、うん、1軍でも1勝1敗、先発1回だとリリーフ、まあまあ、でもドラフト6位でって考えたら、うん、いい感じの危機管理能力でいいやんな、はい、たまに使ってね、2軍で結果残してるから、うん、まあ、来年以降楽しみだね、はい、しかも高卒社会人だからね、そうです、まだ若いしね、あ、ほんと21歳だった、うん、だから今年22歳の年だからね、なった感じですね、うん、9月まで、うん、はい、っていうところでは、うん、まあ、昨年のドラフト、はい、評価は A です。 A、森下がいるから、まあ、そう、確かにそうですね。そもそも、うん、森下がいて B はないから、そうですね、うん、で富田もね、あの1軍でもちょこっと投げてるし、うん、だから全体で言えばもう森下引いた時点で A やろ、これは、まあ、そうですね、本当、あの今年だけの優勝を考えたら、うん、本当に抽選外れてよかったよ、はい、それ未来わかんないよ、うん、未来は浅野がすっごいスーパースターになってかもわかんないけど、うん、1年間だけ考えたら、うん、でかかったよな、はい、森下って終盤1人打ってる時あったしな、うん、いいとこで打つしな、うん、しかもあの新人ホームラン2桁タイガース6人目なんだよね、うん、で右バッターは田淵さん、岡田さんについて、だから岡田さん以来なんだもんね、右バッターでホームラン10本が、そう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 、それぐらいタイガースにとっても歴史的な結果を残した選手でもあるし、うん、はい、まあ、タイガースね、まあ、ドラフト総括で言えば、うん、岡田監督、うん、ほぼ浅野で行こうというのは前日からなっていたと、うん、外れたら森下と、うん、特に外野手の右打者が少ないんでね、即戦力として考えているんで、当然一軍キャンプからみんなと一緒に行きますと、はい、でくじ引きは周りから聞くと星占いなどは良かったみたいなんだけどね、ダメだったですね。星占いまあまあ、もう占いですか、チャンネルごとに言ってること違うから星占いは、はい、まあでもね、良かったですね、うん、森下でね、はい、しっかり1位がもう大当たりということで、うん、かなり大当たりで、本当牧クラスに、ね、うん、はい、なる可能性は十分秘めてるよね、うん、はい、近年のドラフトでね、うん、振り返っていくと、ちょっと森木今年ちょっとうまく出てくるかなと思ったけど、出てこなかったね、うん、2軍で3勝4敗防御率 6.45、 13試合登板6先発ちょっと振るわんな、うん、でしかも村上大竹が出てきたからもう2枚減ったからな、うん、それはなかなかちょっときつかったなっていうね、うん、ところはあるけども、でも桐敷がね、桐敷、うん、も去年2軍で1点台でな、うん、で今年来て一瞬先発もちょろっとやったよな、でもリリーフになって、でもリリーフになってよかったよね、はい、左が
増えてね、うん、タイガース的には。で2020年がもう神ドラフトなんだよね。これすごすぎますね、うん、里照伊藤正志、はい、村上5位で6位中野、うん、で8位に石井、うん、5人全員主力です、はい、今年の優勝を全員で支えました。本当、うん、えぐいよ、うん、8人にとって5年全員一軍だからね、はい、で19年石井純也、石井純也出てくると思ったけどね、西純也ね、うん、出てくると思ったけど、うん、まあ、ちょろっと投げたけどね、うん、ずっとはまらなかったね。でここ及川が、うん、多分切り式とかで負けちゃったね、島本に負けちゃったなって感じだね、うん、この3番争 い, でい井上がもう森下に食われちゃったっていう感じだよね、はい、でここ同じポジションに淘汰されていくとなくなっちゃうんだよね、うん、でこの小野寺、はい、ね、今はもういい感じでね、うん、あ、そう、小野寺さん育成ドラフト1位ね、うん、来てるからここは抑えでよかったよね、はい、で18で近本ね、2018でもいいですね、うん、で木浪、うん、ね、で湯浅ね、ちょっと湯浅怪我しちゃったけど、うん、で小畑もね、まあ、ちょっと木浪に負けちゃったかなっていうね、うん、感じあるけど、17年馬場高橋、高橋も怪我しなかったらね、うん、スーパーだったのにね、はい、で島田、うん、で大山ね、まあ、16年大山がね、あの時はなんで大山やねんみたいなね、ボロカスメディアも含めて言われてたけど、はい、大成功ね、うん、この年もでも結構いますね、佐伯浜地糸原ね、うん、ハマる時が熱いね、はい、で15年、うん、坂本2位ね、青柳、青柳投手5位だったのか、うん、高山ね、うん、ここら辺からのね、やっぱこの15年からのドラフトのこのねチームの作り方が非常に良かったかなっていうね、うん、そうですね、うん、やっぱこの20年やな、うん、20年もう SS クラスやな、うん、ドラフトもスーパーやな、 SS 超えてるぐらいの、うん、えげつないね、うん、正直キンキンのドラフトの選手たちがね、うん、頑張って大当たり引いたっていうのは、ね、はい、近年のドラフトずっといいですね、うん、まあ外国人に頼ってないからね、これでもし外国人がサンタナとかクラスが外野にいたら、うん、えげつなかったな、そうですね、うん、でもすごい私的なすごいよく言えば、うん、私多分新人王予想を森下選手にしてる気がするんですよね。そうですよね、あ、新人王は、ね、まだ出てないですけど、新人王は村上です。いや、そうなんですよ。これ確定です。いや、それは、ね、あったとしたらもう特別賞だね、 あったとしたら、そうですね、うん、新人王はもうセリーグは村上、うんうん、でパリーグは山下俊平太です。あ、そうですね。同じ阪神からそっちだったらもう誰もわかんないですね。あれはもう僕富田君予想してたからね。あ、そうでしたっけ、ね、うん、はい、あ、そうか、富田君のね、うん、ということでね、はい、まあタイガースとしてはやっぱりこうね、やっぱキンキンやっぱ取れ大事だね、うん、ドラフトが、いや、まあ、優勝する、やっぱこう見てみるとやっぱ優勝してるチームは、うん、ドラフトでやっぱりチームがグワッてなってるから、うん、やっぱできてないチームっていうのは、うん、やっぱそこがグワッてなりきれてないもんね、はい、まあ、それはもう単純明快だけども、うん、そういった意味でもね、はい、さあ明日からかな、はい、各球団の、うん、今年どこのポジション、うん、誰を取った方がいいのか、はい、12球団、うん、ドラフト前企画、はい、スタートしますから、はい、ね、うん、まあ、ここまではおさらいでしたけど、うん、ここまではね未来を語るでしたけど、はい、あ、過去をね、うん、過去を振り返るでしたけども、うん、明日からは、はい、未来を語ってね、はい、明るいチーム作りを、はい、やっていきましょう、はい、ということで、12回ドラフトチェックありがとうございました、はい。